んだって お客様が喜んでいただけてるのかどうか分かんないよね。まあいろいろしょうがねえか。いや喜んでますね。本当だったらとんでもないことになってますからね。みんな一応控えてるだけです。そうだよ、みんななんかとんでもない実家の土地の権利書を投げてね、燃やしちゃったりして、ね、燃やしちゃったりして、ね、これでも暗いみたいな。いや本当は皆さん、はい、こんなシーズンって言われてるいい感じじゃないですか。シーズンとか言っちゃう。いやでも明るい方がいいじゃん。そうですね、明るく例えた方がいい。そう、まあ、作った方がいい、はい、どうもありがとうございました。何回も言います。何回もだから、はい、野田君何回も言うけど、はい、俺全然好きじゃねえから。堅くなに、うん、そこ俺さ18の時さお笑いやんべえと思って、あんはなりたくねえと思って。鬼反面教師じゃん。鬼反面教師の堅かったから出てきますから。いや楽しみだ。まあ、yeah. あそういうやつもいるんだなと思って今日は最後まで楽しんでください。イエーイ。ジャズのお城先生から一言。あのスタヤさんの三軒、スタヤさんの三軒茶屋と渋谷と、まあ、通販であのチャンスお城 T シャツよ。あ、そうだよな、お前それちゃんとね。スタヤで売ってんの？売ってます。これあのクラッシュのあれだろ。あのクラッシュのあのパロディで。いいね。クラッシュ。クラッシュがお前のパロディで。あ、マジで。ありがとうございます。すげえ。チャンスはすごい。おお。チャンスストラマーの。チャンスストラマー。ジョーじゃなくて。これ何？スタヤ行けば買えるの？買えますんで。お前スタヤ行ってよ、チャンスの T シャツくださいってバカだと思われねえだろ。チャンスの T シャツ。本当売ってんだろ。なんか聞き返されそうですね、店員にハードめって売ってるんですよ。いや皆さん、お前頼むぞ、はい、お前さ、はい、まさかの全日本プロレス加護のお前がメディア担当だからの、はい、あのまさかのあのちょっとあのカットされたネタのギャグ見せてよ、見せてよ。何でカットされたの？あの水曜日のダウンタウンの30秒グランプリの本当に1回戦でやる予定だったんですけど、あのちょっとあのクレームがあのちょっと放送できないんで。あ、ちょっと今夜もいいの？絶対見たいんですけど、配信の皆さんも楽しんで。金玉袋を引っ張る。ちょっと、はい、ちゃんとやれよ、はい、お願いします。はい、金玉袋を引っ張るメラ吉和さん。はい、あ、じゃあちょっと危ないところ、あのちょっともうやる場所がないんで、はい、あ、ここでもうやらない。はい、はい、もう勝手にやる。はい、はい、いいじゃん。はい、あ、じゃあ静かお願いします。静か掘り詰めた弓の震える月夜月